おじや市立おじや小学校は、新潟県おじや市土川にある公立小学校である。1868年8月16日、下田町のご地院に山本広木によって設立され現在に至る。2007年度の全校生徒は1030人で、新潟県一である。公立の小学校としては、日本最古とされ、1967年10月には、 当時の文部省教科書調査官、目崎徳栄が、おじや小学校が、公立学校として、日本一古い歴史を持つ学校であることは、書調査より、厳然たる事実であると述べている。ただし、藩校、寺子や、私塾などを起源、または、前身とする学校を含めた場合は、当校より歴史が古い学校は全国に数校、存在する。藩校、寺子や、私塾などを、 起源全身とする学校を含めた場合、1686年に、古志塾として創立された山口県防府市、立下浦小学校が、日本最古となる。また、神奈川県横浜市立奈良小学校も、東高と同じく1868年の開校だが、こちらは、開校月日が不明であるため、東高より歴史が古いとは言い切れない。2007年10月7日に、 創立140周年式典が行われ、児童たち1000人余りの児童が発表を行った。2008年から新校舎の建築が始まり、2011年に新校舎が完成した。明治に置き換えられているのは、明治5年12月2日を最後に退院歴が廃止され、その翌日を明治6年1月1日として、グレゴリオ歴を採用することになり、 明治元年1月1日まで遡って調整する必要があったため、おじや小学校公式ホームページオじや小学校の歴史、2011年11月27日閲覧。ただし、目先自身が新潟県出身であるため、新潟の学校に重きを置いた可能性もあり得る。ありがとうございます。